ミケランジェロ、アダムの創造史スティーナ礼拝同性キルネサンスは美術史においてイタリアのルネサンス芸術の最盛期を指す言葉である。前期はメディチケが支配するフィレンツェによるフィレンツェ派、後期はローマ教皇ユリウス二世による芸術家たちをパトロンとした時期で活動の中心はそれまでのフィレンツェからローマに移った。このユリウス二世や 後のメディチケ出身の教皇レオ十世などはルネサンス教皇と呼ばれる。一般に正規ルネサンス絵画は1490年代後半に現れたとされている。レオナルド・ダ・ヴィンチがミラノで最後の晩餐を描いていた時期である。その頂点は絵画においてはミケランジェロやラファエロがバチカンに描いた絵画とされる。建築では1502年に古代ローマ建築の 本格的復興を告げるテンピエットをドナトブラマンテが建てたこと。彫刻では生理器学と運動の理想のバランスを特徴とするミケランジェロのピエタ・ダビデ像が挙げられる。またベネツヤではジョルジョーネや若きティツヤーノの落ち着いた雰囲気、鮮やかな色彩が正規ルネサンスの恒例とされる。講義に捉えるなら、 正規ルネサンスは創造性豊かな天才の大爆発と言えるだろう。超一流とは言えないかもしれないが、多くの画家たちがこの時期に活動した。例えば、フラバルトロメオやマリオット・アルベルティネリは、彼らの絵画技法の完全な調和と全体の抑制が注目に値する作品群を制作した。また、後期のミケランジェロやアンドレア・デルサルト・コレッチョの作品に見られる。 長く伸びたプロポーションと誇張されたポーズは、美術史において、後期ルネサンスとみなされるマニエリスムの到来を予感させるものである。その正規ルネサンスも、1520年のラファイロの死と1527年のローマ略奪によって終焉をもたらされた。16世紀イタリアでは、イタリア戦争がこの時代に頂点に達し、正規ルネサンスはイタリアでの活力が失われ、 同時にヨーロッパ諸国へと拡散していったのである。ありがとうございます。